こんにちは、もしもです。今回は任天堂対セガ企画の第1弾としてスパルタン X 対ドラゴン1という動画になります。当時のセガユーザーは私も含め一方的に任天堂をライバル視していたりしましたが、そんな視点で似たゲームを遊び比べていこうと思います。第1回目の今回はファミコンのスパルタン X と当時のセガマシンのドラゴン1です。ドンキーコングから始めるのが本当かもしれませんが、最初に思い立ったのがこれだったので、オリジナルはアイレムのゲームという部分は無視しつつ、任天堂のファミコン版スパルタン X とセガのドラゴン1という構図で見ていきたいと思います。スパルタン X のオリジナルはアイレムのアーケードゲームですが、おそらくファミコン版で遊んだという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。ウィキペディアによると、当初はアイレムが発売する予定だったものを宮本茂氏が交渉して任天堂からの発売にしたそうです。当時のアイレムのファミコンソフトは微妙に B 級感が漂っていたような気もするので、任天堂が発売したからこそ大ヒットに至ったのかもしれませんね。音声合成による人の声もインパクトがありました。ジャッキー・チェンの映画スパルタン X が題材にはなっていますが、映画の内容とはほぼ無関係ですね。囚われたヒロインを助けに行く程度の共通点しかありません。ゲームの方は比較的短時間で最後までいけるので、今回は一気にクリアしてしまう予定です。さて、対するセガですが、任天堂がスパルタン X を発売した同じ年、1985年に同じような内容のカンフーアクションゲームを発売。それがこのドラゴン1になります。当時セガ機しか持っていなかった私は、誕生日だかクリスマスだったか忘れてしまいましたが、やっとの思いで入手して遊びまくったのを覚えています。このドラゴン1からそれまでカートリッジ形式だったゲームがマイカードと呼ばれるカード形式になったんですよね。 PC エンジンのヒューカードとほぼ同じものですが、 PC エンジンの2年前に導入しているので、ある意味時代を先取りしていたのかもしれません。当時のセガは全てマイカードで展開するくらいの勢いだったのですが、すぐに容量の問題にぶち当たり、結局カートリッジ形式に戻ることになります。そんなマイカード第1弾として発売されたセガユーザー期待のカンフーアクションゲームドラゴン1、こちらも今回スパルタン X 同様1周クリアを目指します。ステージの構成上スパルタン X より長丁場になりますので、動画の方はハイライトシーンと最終ステージという構成にしたいと思います。それではスパルタン X から。
次はドラゴン1です。セガマイカード第1弾ですね。 PC エンジンのヒューカードが出る前の話なので、カセットがカードになったのはそれなりにインパクトがありました。端子部分の形状は異なりますが、 PC エンジンのヒューカードとほぼ同じサイズです。名前を書く欄がありますね。サインと書かれているのはクレジットカード風にちょっと格好をつけたのかもしれません。せっかくなので説明書も見てみます。ジョイスティックの取り付けに関する説明が載っています。コントローラーではなくジョイスティックという呼び方が時代を感じしますね。キャラクターの説明、主人公の名前がドラゴン1です。ヒロインはチャイナドレスを着ていますが、強子、どこの国の話かわからなくなってきました。敵の手下の構成はスパルタン X と同じですね。それぞれの回のボスたちです。名前はあまり工夫がない感じですね。ボスの数はスパルタン X より1人多い全6人となっています。操作方法の説明で面白いのは最初にキーボード操作が載っている点です。先にホビーパソコンとして SC3000 を発売した名残でしょうか。ジョイスティックの説明です。当時はこの SJ200 しか持っていなかったので本当に苦労しました。後になって SJ300 を購入しましたが、今見てみるとレバーはともかくボタンが小さいですね。遊び方です。
闘争型の君へなんて謎のメッセージが書かれています。スパルタン X と異なるのはラウンド、ステージ構成ですね。最初のステージが3階建て、2つ目のステージが4階建て、3つ目は5階建て、最終ステージが6階建てになっていて、それぞれの階でボスを倒す必要があります。当時よくあった無理やり長く遊ばせるための構成ですね。アソビン教授からのアドバイス、大したことは教えてくれないのですが、毎回ちょっとしたアドバイスが書かれていました。最後に余ったページはスコアブックになっています。それではドラゴン1をプレイしていきます。前半はハイライトのみ、最終ステージのみノーカットでお届けします。
いかがでしたでしょうか。ファミコン版のスパルタン X は素晴らしいですね。任天堂ブランドとして発売しただけのことはあります。グラフィックなどはアーケード版に劣りますが、難易度も含めうまくアレンジされていて、本当に遊びやすいゲームになっていると思います。元がアーケードゲームということもあり、ゲームの展開にも無駄がありませんし、キャラクターのスピードや躍動感も素晴らしいですね。ちなみにファミコン版スパルタン X は半径の関係でクンフーというタイトルになっているバージョンも存在し、レアものとされています。ファミコン版にはスパルタン X2 という続編があり、91年にアイレムから発売になっています。アーケードでは88年にビジランテという続編のようなゲームが出ていますね。スパルタン X とは直接関係ありませんが、スパルタン X とほぼ同じ内容のゲーム内容になっています。さて、対するドラゴンはもう面白い、素晴らしいと言いたいところですが、客観的に見てどうでしょうか。決してクソゲーでもなければ手抜きでもないと思います。当時のセガマシンはスプライトが単色で、まともなスクロール機能もないようなスペックだったので、かなり頑張ったのではないでしょうか。実際当時は熱中して十分すぎるほど楽しみました。攻撃やキックのみで動きももっさりしていて、連打もできなかったりと癖があって指が痛くなるような操作性ですが、慣れるとそれなりに快適に動かせるようになります。ただスパルタン X と比べると慣れが必要なので、遊びに来た友達に遊ばせるとグラフィックが地味なことに加えてうまく操作できず、あまり楽しんでもらえない、結果背が面白くないみたいな雰囲気になってしまうのが悲しかったですね。このゲームは当時かなりやり込んで、3階のボスワープマンに関する裏技というかバグを発見して、ディープか何かの雑誌に投稿した覚えがあります。具体的な内容は覚えていないのですが、結局掲載されなかったので大したことはなかったのでしょう。ただ小学生としてはすごい発見をしたのだと思っていたにもかかわらず、手がゆえに楽しさも裏技も誰とも共有できなかった、そんなことが思い出になっているゲームだったりします。ややセガ寄りの内容になってしまいましたが、今回の動画はここまでになります。スパルタン X に関してはまた別の機会に機種ごとの比較などができればと考えています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。